はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回はポケットの中の戦争ステージ2、戦いは空の片隅でをやっていきます。じゃあステージスタート。サイド6の少年アルフレッド・イズルハとジオン軍新兵バーニーことバーナード・ワイズマン、この二人が出会った時、出来損ないをめぐる戦いの歯車は大きく動き出した。少年が撮影した港の映像、そこに映されたコンテナこそサイクロプス隊がオーガスタ基地で取り逃がしたあの出来損ないだったのだ。そして少年から映像を入手し帰還したバーニーはサイクロプス隊への編入を告げられる。バーナード・ワイズマン伍長、本日より君は我がサイクロプス隊に配属された。我々は特務部隊だ。そして俺が隊長のシュタイナー。飲み込めたか？はあ、少し。言葉が不明瞭なやつだな。はっきりしないやつは死ぬぞ。はい。早速だが、我々の任務を説明する。先日君が攻撃に加わったサイド6のリボーコロニーでもう一度大きな作戦が行われる。我々の任務はこのコロニーに運び込まれた連邦軍の新兵器、通称出来損ないを奪取することだ。連邦軍の新兵器、一体何なんです、その出来損ないって？出来損ないはな、連邦で開発中のモビルスーツだ。お前も聞いたことくらいはあるだろう、連邦のガンダムを。嘘か誠か、ザクを100機以上落としたという。そうだ、そのガンダムの新型ニュータイプ用ガンダムだ。ニュータイプ用？パイロット特性に優れたやつのために作られた新型ガンダムということですか？その通りだ。上層部は出来損ないが完成して連邦のニュータイプの手に渡ることを恐れている。出来損ないを奪取することができるかどうかで戦局が大きく変わってしまうとな。それで我々にこの任務が与えられたと？そういうことだ。他に質問は？いえ、ありません。作戦コードネームはルビコン計画、本日より発動する。はっ。サイクロプス隊として再度リボーコロニーへ潜入したバーニーだったが、彼は少年アルと再会してしまう。少年の戦争への憧れ、その衝動は本物の兵士を目の前にすることで抑えきれないものとなっていた。アルはサイクロプス隊に入隊したいと懇願する。民間人を装うサイクロプス隊にとって自分たちの正体を知るこの少年を放っておけるはずもなく、バーニーはアルの監視役を命じられることとなり、再会した二人は行動を共にするのだった。そしてこのアルとのつながりがバーニーを一人の女性と引き合わせる。クリスチーナ・マッケンジー、アルの良き隣人であり連邦軍のテストパイロットである。ごめんなさい、アルの家に知らない人がいるからてっきり泥棒かと。まさかアルの生き別れのお兄さんだったなんて。いきなりクリスがバーニーをとっちめちゃうんだからもうびっくりだよ。殴ったことは忘れて、本当にごめんなさい、ワイズマンさん。いえ、本当に気にしてませんから。アル、このことは内緒よ。ただでさえ軍に入ったからって男勝りだなんて言われてるのに、みんなにバレたらまた噂されちゃう。え、クリス軍人だったの？全然知らなかったよ。ごめんね、騙すつもりはなかったんだけど。それに軍といってもデータを集める仕事なのよ。銃を取って戦うわけじゃないわ。なんだ、
戦うわけじゃないんだ。バーニーは本物の軍人でパイロットなんだぜ。あら、そうだったんですか。いえ、もう除隊しました。今は予備役ですから。じゃあ僕はそろそろ帰ります。約束があるものですから。アル、行くぞ。クリス、おやすみ。おやすみなさい。ではまた、ワイズマンさん。マッケンジーさん、次からはワイズマンじゃなくてバーニーでいいです。私もクリスと呼んでください。おやすみなさい、バーニー。おやすみなさい、クリス。運命は皮肉にも敵対する立場にいるバーニーとクリスを引き合わせた。そして平穏な時は過ぎ去り、二人は互いになすべきことを果たすべく戦場へと向かうこととなる。戦うべき敵が別れの挨拶を交わした相手とは知らずに。戦いは空の片隅で。民間施設を襲撃していいの？あ、でも連邦軍が買収したから持ち主はもう連邦軍か。こういうのって結構高額で買い取ったりしてくるんですよね。とかこいつらどこに住んでんだろう普段忠実のコロニーに行ってさ、ここで寝泊まりしてんのかな。ダッシュが不可能の場合は破壊を優先。出来損ないが完成したらもう出来損ないじゃないからね。アンディは前回やられたからな、北極の基地で。お、ケンプファーだ。一丁散歩に出かけるとするかい。かっこいいね。マップでもこうやってサクサク敵を倒せればいいんだけどね。そう簡単にはいかないからね。アレックスを出すか。マッケンジー注意、アレックスの出撃準備を。これは上官命令だ。中立コロニーにジオンが仕掛けてくるなんて、狙いはやっぱりアレックスなの。戦い方を教えてやる。さあ来い。このシーンって結構いろんな作品でムービーになってるよねお気に入りなのかな。
ジョバブママはいいアイディアだったみたいな。敵モビルスーツを基地施設内に入れてはダメと。あ、この赤いラインか。まずは前半戦、まあ、とりあえずはそのまま進んでいいでしょう。ビームライフルの射程4か、まあ、セーブはしておきましょう。相手はケンプファーだからね、ザクとは違うからね。ザクとはバズーカとシュツルムファストか、この2つが強いんだよね。バズーカ 65%、 ビームライフル、まあ、攻撃力が全然違うな。そろそろ遊びはおしまいにしようじゃねえか。戦わなければもっと多くの人が死んでしまう。そろそろお前さんともお別れだ。しまった。お、赤た4800。まずくね。私だって負けない。4200か。まあ、もともとこっちの方がヒットポイントは高いからね。どうするこれ。4800ってさ、これ2回食らったら死ぬよね。マグネットコーティング、命中回避プラス5、それはいいとして、ちょっと待って、これこっちには来れないから、一旦ちょっとパスして、反撃してビームサーベルを打って次で倒そう。ここで逃げるわけにはいかないわ。これなら。動きを悟られたのか。うん、次で倒せるね。ビームサーブルで確実に行こう。やばいやばいやばい。ビームサーブルでいいでしょう。正しいことなんてどこにもない。自分にできることをするだけよ。もらったわ。ち、動きを悟られたのか。まあ確かに強かったよケンプファーは。町の被害、コロニーで戦闘するとコロニーに穴が開く可能性があるからね。白兵戦か。ま、俺も嘘が下手だからな。俺も嘘はつけないからね。やられたか。報告します。ルビコン計画失敗。ガンダムは依然としてサイド3に、サイド6か。サイクロプス隊の生死は不明。
ジオン将校だかな。こいつは少将とか中将とかか。まあ少将かな。ドルズでさえ中将だからね。私も許可された覚えはありませんな。もうこいつらめちゃくちゃだな本当に。なんてこと。こういう風にさ、簡単に殺してるけどさ、完全に上官殺しだよね。そうだ、人は簡単に死ぬんだよ。この家ごとさ沈めるって、ここ中立コロニーでしょ。直せばってモビルスーツ、エンジニアでもないのにどうやって直すんだよ。焚きつけるね。ある。モビルスーツの操縦って免許いるのかな。君はザクまでなら乗っていいみたいな。ギルググに乗りたかったら上級モビルスーツ免許を取るんだ。まあ、どう考えてもギルググの方が難しそうだからね、ザクよりは。車で言うと大型免許的な感じかな。資材はあるの。資材はザクを直すって簡単に言うけどさ、何も知らん。私は何も知りません。ん、何、刑事と軍隊ってどっちが偉いの。
それ軍の機密だからね。さすがだな、刑事さん。おお、結構な事件になったね。最後の指示。まあ、これはGジェネ恒例のアレックスとザクはコロニーの中で戦って、自分たちはコロニーの外、宇宙でジオンの進行を止めるといった感じかな。サイド6の連邦軍に釣る。ああ、なるほどね。名目がむちゃくちゃだよな。これが核か。なるほど、俺たちだけでなんとかしろと。まあできるっしょ。ちょっと遠くに出たね。サンタクロースが出てきた。マッケンジー注意、危険だ。あ、危険だって。アレックスに乗るのが危険ってことね。多分ここに核弾頭が入ったらいけないんだな。よし、オッケー。じゃあ行こう。核弾頭7機以上破壊を6ターン以内にやれと。そんないっぱい核弾頭あったっけ？後から出てくるのかな。とりあえずこっちだよな、まず。この謎のダミーバルーンを倒していこう。バルーン、ダミーってこと？よし、このまま
ダミーを倒してテンションを上げる。テンション上がってるよね。あ、上がってる上がってる。240から280になってるから。よし、強気。まあとりあえず先へ進んじゃっていいでしょう。でこのターンはとりあえずこの守りか。ザックは来ないかまだ。これ射程には入らないよね。さて核弾頭8000くらいか。弱いな。ミサイル一斉射撃で、さすがにこれだけじゃ無理か。そうするとブラレロなた7400。おお、こんなのさ絶対巻き添え食らうよね。支援を入れて、拡散ビーム砲だったら9000も当たるんだ。じゃあそっちでいいかな。オールレンジ攻撃、ブラレロのオールレンジ攻撃ってどんなんだ。うわ、こっちにモビルスーツ隊と、ってことはこっち側に派遣しないといけないってことか。できたかな。9800、17000強すぎでしょ。で多分あっちの核弾頭を破壊すればもう一個の核弾頭が出てくると思うんだけど、あんまりねそこに進めすぎてもねあれだから、1,2,3,4,5,6,7 であれで最後だよな。特にバルキューレは何も積んでないか。ではではでは、ピンポイント攻撃をしてサイコハロの餌食になってもらうか。あのリックドム2体はまあいいか。で核弾頭がちょっと来るのを待とう。ハロタックル回避ってこんなでかい的に当てられなかったのか。まあでかいって言ってもそれなりに運動性能はあるからね。リックドムがいるね。ザクは動かないか。攻撃力的にはピンバイクが一番強くて、バーニーはザクバズーカか。だから3から5だから2で勝負すればいいのか。このまま黙って見ているわけにはいかないの。しまった。4150って結構強いな。失敗した時のことなんて考えちゃダメだ。
無駄よ。おお、さすが。よし、今だ。何？完全に誘い込んでいるな。こっちはちょっと置いておいて。誰がいいかな。グルディスニーでいくか。違う、ザンジバルのレベルを上げたいから、まずはジョニー・ライデンだ。ダメだ、そうか、指揮範囲内にいないといけないから、これも大変だな。グライト9レベル、気合で、ここでブルディスに打たそう。2人で行けばなんとかなるかな。ロケットランチャーにしとこう。あー、しまった、戦艦を入れ忘れた。ようやく2レベル。これでどうだろうな、核弾頭くらいだったら2人でなんとかなるね。で、この核弾頭は次のターンに倒そう。ビームライフルからの支援だな。よし、OK。で、このザクも次だな、そうすると。ブラレロはやっぱりエネルギーが減ってるから帰還させて。グループ攻撃入るかな？入らんか。ま、じゃあこの位置でいいか。これ複数ロックでさ、倒せそうじゃない？たかだかザクごとき。じゃあダミーはサクサクサクっと倒していくか。クリスのテンションを上げるだけだぞ、こんなダミーなんて。さあ、年貢の納め時だ。あは、これあれか、全開するパターンね。このザク、なぜたった一機で戦いを挑んでくるの？今逃げたら大事なものを失ってしまうから、今は目の前の敵を倒すことが先決ね。しまった、俺だって戦争ごっこやってるわけじゃないんだ。しまった、ダメージを食らったか。めっちゃ遠くに行ったな。あっちまで行くの大変だぞ。さて、じゃあちょっとグループ攻撃でこいつとこいつを多分倒せるよね。いいね。
経験値ブースト覚えたな。よしよしよし。あとはこのザク、まあ、所詮はザク2回だからね。メガビームランチャーで肩をつける。つけられなかった。ブラレロ、ブラレロ、ブラレロのオールレンジ攻撃。まだ負けられないから。そこね。こんなのか。なんだっけあの機体、ブラウブロのインコムと似たような感じだね。さてで、この核弾頭ミサイルはこのターンで倒しちゃいましょう。破壊完了。作戦に時間がかかりすぎている。最終プランを実行。残りの核の使用を許可する。しかし司令部の決定に不満か。いえ我々が有能だからこそ与えられた任務だぞって。出し惜しみをしてたんだね。あれ真ん中の機体って何？ゲルググ？これがジオンの切り札だ。ミヨン。なんでガトルなの？しょぼすぎでしょ。いやーこれはパクロー。ジョニーライデンさすがに。エネルギー切れになってるから。でここからまあとりあえずこのターンはこれでいいか。で下のザクはオールレンジ攻撃で倒す。10レベル。何も覚えない。あとはこっちはいけないかも。反撃できるときに反撃しておこう。あの戦艦は近づいてくるまで待っておこう。基本待ちで大丈夫でしょう。こっちだな、ちょっとめんどくさいのは。これってさ、自爆してくる？自爆してくるね。あー、結構範囲が広いんだ。ってことは倒せるときに倒しておかないとまずいってことだな。超一撃はね、ダメージを食らっちゃうとちょっとあれだから。で倒せる位置にいるね。よし、 OK。 まあここだったらあれにも入れないでしょう。射程にも。じゃあちょっと出撃してビグラングでいくか。クロワン回避された。なんてことだ。
よし、で B ランクでこれを倒そう。もう大型メガ粒子砲をピンポイントで打ち込む。1万9000か。まあしょうがない。戦艦はね結構射程がね長いからねいいんだよね。こっちを狙ってきたか。そういえば何レベルも上がらない。あっちに行くの結構かかるな。おお、ここでも届くんだ。じゃあまずはまたジョニーライデンだな。隊長機がいないと支援ができないからジョニーライデンのレベルがめっちゃ上がってくな。ちなみにさ、なんかガトルだったらさもうぶっ壊しちゃって一気がするんだよね。一人で大丈夫でしょう。ブルーディスティニー3号機これってそうだよな、エグザム1回使うんだよな。でロケットランチャーで、まあ、ちょっと全部の支援を入れるか。回避されて回避されてマジですか。2発回避してくるか。じゃあグループ攻撃でいいや。核弾頭ミサイルとこいつでいいと思うんだけどな。レベルアップ。おお、ブライト30レベル。ノエル・アンダーソンまだ8か。ジオングを使おう。核弾頭って自爆はしてこないよね。だってあの中に入らないといけないからね。まあいずれにせよ大丈夫かな。回避特化は念のため大型敵入らねえし。ここ穴だな射程の。敵を倒した爆発でダメージを食らうっていうのがねあったからね。作品によってはじゃあちょっとこっちの部隊を出すか。アレックス、よし、レベルアップ。出来損ないはこっちにもあるんだよ。グレートジュングを出すか。でかいな。真ん中の対中機届くかな。戦艦の射程で。うわ、届かないか。なるべくな戦艦を巻き込んで倒したいんだけどな。そううまい具合にはいかんか。もう一回引きつける可能性があるから一回下げよう。でこっちの中も下げるか。ジョニーライデンが動いたばっかりか。
え、これ届く次。最悪様子見になる可能性があるな。てか、盛り尽くっていけるんだ。これにはゲットゲージがないね。あれ、しまった。もしかして食らう、ここ。食らわない、ギリギリの位置だな。こっちの射程に入らなければ向こうも撃ってこれないね。じゃあ反撃をしておこうか。6900、まあ、ビームライフルと戦艦で大丈夫でしょう。ちょっと待って、6000か。戦艦一人で倒せないかな。で、かつ経験値アップをつける。どっちかってな、キャラクターのねレベルはね上がってもらいたいからね。ない。ジョニー・ライデン。ない。ってことは、出しとかないといけないのか、こいつらを。どうやって見れるんだ？見れないか。だから、ここに置いて、メガ粒子砲でちょっとぶっ倒して、でそもそもこっちのグループに経験値持ちのやつがいたかどうかだよね。ねえな。いない。こっちか。そうするとじゃあいいかな。ブライトで倒そう。 65% か。回避されたな普通に。じゃあ14でいいか。いいね、レベルアップ。で、このビビザンはもう下げよう。で、こいつらもちょっと来るのを待つから、サイコハルビーや。まあ、ハロタックで十分でしょう。いや、確実に負け食らうよな。前期破壊を確認。こいつらいたのすっかり忘れてたな。グレイファントム一応量産型ガンキャノン積んでるっちゃ積んでんのか。じゃあこのまま進んでいきましょう。ザクにビームライフ打ち込めるかな。打ち込めるね一発。まあ超一撃だからね。ザクバズーカか。そういえば一応念のために射程2で勝負しよう。逃げるわけにはいかない。自分にできることをするのよ。そう、まだ倒れないのか。これ以上敵を近づけさせるわけにはいかないわ。くそ、やったな。ま、別にテンション下がってもいいでしょう。まだやられたわけじゃないんだ。ザク相手だったら無駄よ。おお、かわしたね。やるな、アレックス。あれ、まだ逃げるか。
これだけ振り回せば本気か。でももうあのザクボロボロのはずなんだけどな。どうやってヒットポイント回復してんだろう。まあ、このままで。何？マジか。こんなところで攻撃力クラフトは思いもよらなかったな。攻撃力ダウン。かなりの長距離射程。うおー狙えるのか。第4戦しかも攻撃力ダウンしているところにドームが突っ込んでくるとは。お、来るね。打って 1,2,3,4,5,65だとね、バズーカーの射程に入ってなおかつこっちは反撃できないっていうことになるから、じゃあとりあえずタックルで倒すか。支援支援支援大事だよ本当に。レベル上げのためにでこっちもぶっ倒しとこう。ユニットレベルようやく2か。てか数値がすげえな。さてこっからこいつら何も乗せてねえし、退治に行こう退治に。こっちの舞台でいいか。メガビームランチャー長距離射程用か。1万あるね。ゲルギグはさすがだな。ブラレロのナタで刈り取る。お前の命を刈り取る。テンションアップ。こいつはさすがにヒットポイントがあるからな。やっぱりジョニーライデンで減らすか。何ゲルギグ対ゲルギグ。キャラクターレベルアップ。とりあえずじゃあブラベロのオールレンジ攻撃でピンポイントを狙って。おお、いくつ残ったっていうか結構食らったな。251。ここはじゃあどうしようかな。まあユーカジまでいくか。あ、支援はあれか、ジオンか。バカな、ありえん。レベルアップ。やはりまず攻撃力200は欲しいよな。チームワーク。いやー超強気になってもね、もう敵いないからね。あとはザクとアレックスの一騎打ち。何、うまいね、さすが。そうか、こういうことしてくるよね。ここで決着をつけてやる。核ミサイルはもうないんだ。バーニーを止めなきゃ。バーニー、もう戦わなくていいんだ。バーニー。そんなセリフは聞こえん。
当たったー。落ち着こう、一回クールダウンして、ビームノーキで倒せるかな。倒せるね。バーニー、やめてー。バーニー、これは核エンジンに誘爆したんじゃないか、爆発の仕方からして。宇宙世紀 0079 12月25日、核攻撃を目的に侵攻したジオン軍の艦隊は連邦軍との交戦にて完全に降伏。サイド6に迫る脅威は去り、コロニーに平和な日々が再び戻った。バーニーによって破壊されたアレックスはその後すぐに終戦を迎えたため、回収されることなく開発は見送られた。そして残された人々には拭いきれぬ戦争の爪痕だけが残った。行っちゃうの？地球に転任することになったの。バーニーにも挨拶をしておきたかったんだけど、あるから伝えてくれる？私がよろしくって言ってたって。バーニーもさ、きっと残念があると思うな。ある？さよなら、ある。かくして出来損ないをめぐる戦いは終わった。アルはその身をもって戦争の悲惨さを知り、バーニーという大切な友も失った。そんなアルを支える一つだけ残されたもの、アル。俺は多分死ぬだろうが、そのことで連邦軍の兵士やガンダムのパイロットを恨んだりしないでくれ。彼らだって俺と同じで自分がやるべきだと思ったことをやってるだけなんだ。無理かもしれないけど、他人を恨んだり自分のことを責めたりしないでくれ。これは俺の最後の頼みだ。もし運よく生き延びて戦争が終わったらさ、必ずこのコロニーに帰ってくるよ。会いに来る。約束だ。少年は忘れない。この小さなコロニーで起きたポケットの中のような戦争で命を懸けて戦った兵士がいたことを、彼が残した言葉を胸に秘めて。グラフセッペリン、あ、グレイファントムも使えるようになるんだ。でジークフリートって戦艦だらけだな。バーナード・ワインズマンとアルも一応スカウトできるんだね。でエネルギータンク2、エネルギープラス30度で、今回活躍したのはブラレロ。もう1レベルか。ビグロか。ブラウグロとかもね作りたいんだけどね。ガレックスはネティックス。フルアーマー7号機。重装フルアーマー7号機なんてあんの？どうしようかな。ネティックスか。あ、そうそうそう。そういったビットあったね、こいつ。よし。
ネティクスにしよう。で、そうするとマークギルダーは覚醒値あるから大丈夫でしょ。で、サイコハローはよくわかんないんだよね、結局。サイコロガンダムっぽいのがいるけど。ここら辺はもうこれでいくから OK。